自傷行為は、意図的に自らの体を傷つけたり、毒物を摂取したりすること。致死性が低い点で自殺とは異なる。リストカット、ライターやタバコで肌を焼く、髪の毛を抜く、怪我をするまで壁を殴るなどの行為がある。虐待のトラウマや、心理的虐待及び接触障害、低い自尊心や完璧主義と性の相関関係があると考えられている。また、抗うつ薬や、 他の薬物などが自傷行為を引き起こすことが知られている。自傷行為は1994年の精神障害の診断と統計マニュアル第4版の診断名としては独立しておらず、精神障害の背景となる障害には、境界性パーソナリティ障害、双極性障害、心的外傷後ストレス障害、帰離性障害、統合失調症、知的障害があり、 また近年では何ら問題の見られない一般人口での伝染も見られる。治療方針は全く異なってくるので患者本人及び家族に自傷行為についての誤解を解いてもらうことなどその評価が非常に重要である。脳の気質的障害が原因とされる自閉症にも自傷と呼ばれる行動障害があり自分の手を噛む壁や床に頭を打ちつける 自分の顔を叩くなどの行動が見られることがある。ただし統計的に親族間での関連性がある、双極性障害、統合失調症、境界性人格障害、乖離性障害などに見られる、自傷行為とストレス性のものは別物である。依存症との関係も指摘されるが、伝統的精神医学の勢力が強い日本では、薬物依存の恐れがあるのに、 精神科医が薬物を処方したりといった事態が発生していた。もっともアメリカ合衆国でもスティーブン・レベンクロンのように自傷行為そのものを疾患として扱うべきだという主張もあり、2013年の第5版では非自殺性自傷行為が独立の疾患として扱われることになった。自傷行為は風の ICD-10 では独立した疾患として扱われていた。 自傷行為による疾病は世界の障害調整生命年の1.3%を占め20位に位置づけられる。特に青年においては一般的である。さらに自傷行為は自殺リスクと関連性があり、自傷行為を、風は世界で88万人が自傷行為によって死亡していると推定している。また2019年5月には ICD は 第11版への改定が行われたが、この中に盛り込まれた複雑性 PTSD の症状の一つである、感情の制御困難の一種として、自傷行為の存在が指摘されている。治療は、欧米では認知行動療法が主体である。それは、自傷行為に代わる、危険性の少ない行動を身につけるということで、達成される。具体的な治療法や支援方法については、 自傷行為治療を参照。アメリカではリストカットのような自傷行為は1960年代より流行した。1990年代以前には自傷行為を表す英単語としてセルフミューティレーションという語が使われていたが、ミューティレーションとは機能不全にするように切断する、偶発的に起こることではない。日本で1999年にスティーブン・レベンクロンの 自称する少女を翻訳した役者は、その後書きで、自称という言葉が馴染みの薄いものであると紹介しており、日本で問題化するのはそれ以降である。1983年にパッチソンとカハンが恋に自らを害する症候群という概念を提唱し、その三兆候として、薬物の乱用、または依存、自称、食行動以上を挙げた。女性では、 接触障害の60から70%に自傷行為を、また男性では薬物乱用の50%以上に自傷行為を伴うとされており、共通の病理、または共通の行動化要素としての関連が考えられる。身体改造はタトゥー、ピアスなどの形態を取るが、これらはほとんどの文化において文化的に是認され、象徴性あるいは美的に施されるものであり、 それを自傷と捉えることは不適切であるが、そうした美的な観点を書いたまま自分で施されたり、特にそれが衝動的に心理的な苦痛から逃れるという動機でなされた場合には自傷であり得る。アメリカでタトゥー、ピアスを自傷行為と考える専門家は八十から九十パーセントであったが、二千年半ばには五から十パーセントであり、故に社会的に容認されていれば、 身体改造を自傷と考えることは不適切である。自傷と自殺については厳密に異なる。自傷行為を自殺行為と誤解することは治療の妨げとなるとされている。自殺が意識を終わらせたい、苦痛から永遠に遠ざかりたいという動機から行われる。自傷に多い切るという方法は自殺では1.4%のものしか取らない。自傷は 自傷者の多くが自己報告するように心理的な苦痛を和らげ変化させるためであり、一方少数はロボットのような感情の空虚さが苦痛でありそこから逃れるためにであると報告する。自傷では、切る、やけど、殴る、頭をぶつける、タトゥー、ピアス、罰毛など極端な事例を除けば死に至る可能性は低く、自殺とは異なり反復的に行われ、 その部位も選択されている。そうではなく、より強く傷をつける場合には、行動のコントロールができなくなっていることを示唆し、自傷というよりは上実したセルフミューティレーションである。悲しみや怒り、孤独感や劣等感などの感情により衝動を抑えきれない状態に陥ったとき、または呼吸困難、頭痛、吐き気など、精神的ストレスによる症状が、 同時に襲ってきたとき、それを抑えるために自らを傷つけてしまうと一般的には言われている。しかし、本人にとっては具体的に何が引き金となり、自傷行為を行うかは大抵不明である。自傷を行う者は、ただ強い衝動があったなどといった、はっきりとしない妙な説明をしてしまうことが多く、中には自傷をしている時点で記憶や意識がない場合もある。 これは、いわゆる乖離性障害であると見られる。目的は死に至るための自殺ではなく、孤独感や空虚感を紛らわすための、事故の再確認や、ストレス解消といった、生きる願望が屈折した形になって現れる、行為である。しかし、自傷行為は生きたいための行動であるにもかかわらず、本人に自殺願望があることも多い。自傷行為は、自殺を抑えるための役には、立つが、 自殺願望がある場合には、最終的に自殺をしてしまうこともあるとされる。しかし、自傷行為による自己死と自殺は判別がつきにくく、実際の様相ははっきりとは分かっていない。自傷行為は、社会的には理解されにくく不可思議なものとみなされてしまうことが多い。しかし、本人の状態に対する危険信号としての理解が必要である。また、 医師は初めの浮き出疾患を疑うこともあるが、それは念のための診断である。肉体を切ると、エンドルフィンというホルモンが分泌され、精神的な苦痛が緩和されるのでそれを無意識的に期待して切るものもあるとも考えられている。だが、大抵本人はこのことは分かっていない。自傷行為をする者に最も疑われるのは、境界性パーソナリティ障害、乖離性同一性障害である。 DSM4TR では、境界性パーソナリティ障害の診断基準の5番目に、自殺の行為、そぶり、脅し、または、自傷行為の繰り返しが含まれている。この他には、うつ病、双極性障害演技性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害、脅迫性障害なども疑われる。また、統合失調症と判断されることもある。精神医学上は、 自傷行為はそれらのパーソナリティ障害、乖離性障害などの精神障害の二次的な症状であるとされ、それ単独で起こるとはされない。しかしながら、実際には、必ずしも症状の深刻さと自傷行為のひどさは一致しないことがわかっている。これは本人に自傷行為者としてのアイデンティティが確立するか否かによるようである。 これはかつて多くの精神病者と病院との間の関係で社会学者たちから指摘されたものであり、病院での交友関係が定常化して自分は健常者という意識が持てなくなることによるとされる。アルコール乱用、薬物乱用と関連性がある。10から24歳ではスリー系の抗うつ薬が自傷行為を増加させると結果が見られており、 特に高容量から服用を開始した場合、自傷行為の出現頻度は2倍であった。自傷行為の原因として、脳内のセロトニン不活性も考えられている。しかし、その名前、科学的因子は、幼少期にトラウマを負ったことによっても形成されると、されているので、現時点では、それが、遺伝的因子と同一であるかについての結論は、出ていない。 アルコール依存症などの遺伝的因子は、自傷行為をよりひどくする因子であると考えられている。自身の体についての所有意識が希薄であるケースも見られ、内在する病理の問題点が指摘できるが、自傷行為との直接の因果関係は不明である。拡張制度のような社会文化的制度により自身の体が自分のものではないとする漠然とした認識を持つようになることが、 誘発因子であるとする見方は当たらない。イスラム社会のように拡張制度が長く、現在でも極めて強い諸国での自傷行為が、日本など先進諸国よりも多く見られるとの信頼に、たる報告はない。虐待された者が、必ずしも、自傷行為をするわけではない。鹿児島大学が2006年1月に発表した、九州の子大学に通う1から2年生1626人を、 対象にした調査がある。回答者1592人のうち、自傷行為の経験者は120人であり、家族からの放任や罵倒などを経験したと答えた人が自傷行為をする危険性は、そうでない人の8.7倍、第三者からの性的暴力を受けたが5.8倍、教師や友人からの無視を経験したが5.5倍、両親から可愛がられた経験がないが4.2倍であった。 原因として、フロイトに関係する精神分析の解釈が用いられることもあるが、現在はさほど有力視されていない。精神分析学的自が心理学に関係する解釈によると、自傷行為は幼少期の頃の母親との分離不安が原因となり、自己存在の確認の一時的な手段として用いられると主張される。この説は、 精神分析学的に手首は乳房に触れていたのだから、母親との意思疎通を図っているのだろうとされていたために起こったものである。この説に基づけば、自傷行為は母親など他人との意思疎通の一種であると考えられる。しかしまず、手首が母親との意思疎通を表すなら、レッグカットなどをする時点でこの説は不備が多い。さらに、実際に、 医師疎通能力を高めても何人かについては成功を収めたものの多くの患者は自傷行為を続けたのである。このため研究者たちは自傷行為にはより複雑な原因があると判断し異なる原因があるだろうという論が現在有力である。いずれにせよ人によってその背景が異なることを十分認識しておかなくてはならない。 自傷行為の場合、乖離する場合と乖離しない場合があることが知られる。多くはその二つを使い分けているようである。代表的な動機を以下に述べるが、どれであるかははっきり区分できない。だが、乖離が進んでいればいるほど重症なケースが多い。リストカットを含む自傷行為が始まるのは、精神的に最も不安定であった時期より数年遅れることが多く、若ければ10歳前後から始まる。 酒や薬などを用いて始めることもあるが、多くの場合は自然に発症する。当初の感覚は強い憤り、不安、パニックなどである。前兆としてその感情を抑えようと物を投げたり壊したりすることもある。当初は周囲に対する知軸感から傷口を隠すことが多い。通常は腕時計やリストバンド、長袖などで傷口を隠す。小学生など、 年齢が若い場合は、自傷行為についての知識がさほどないためか、刃物以外で自傷行為をすることが多い。自傷行為をすることによって、一時的に当初の精神的な苦痛は緩和される。しかし、それは自分を傷つけた直後だけなので、止めたいと思っていたとしても、また新たな精神的苦痛を負うことによって何度も繰り返してしまい、常習化するケースがほとんどである。 何度も着ているとその部分の感覚が麻痺してくる上、血を見ることに慣れてくるので、常習化はさらに進む。また、夏服になると手首は目立つので、リストカットよりもアームカットをすることが多い。一般には、カミソリやカッターナイフなど鋭利な刃物を使うことが多い。自傷行為は着るだけではなく、自分で自分を殴ることもある。他には、 バーニングをするためにドライヤーなどを使うこともある。また、激しい痛みを求める場合にはハサミや包丁など、刃先がギザギザした刃物を用いることもある。切るときはただ切りたいという衝動に駆られるだけできることが多いが、後で傷跡やケロイドを見て、醜く思い、自分自身を卑下してしまうこともある。人間関係が不安定になることが多い。引きこもりのような状況になることもあるが、 基本的には人との接触を望んでいるので一時的なものであることが多い。しかし、対人関係はその後も不安定であることが多い。この状態が続いた場合、現実検討能力が全体的に弱体化していく。自傷行為が原因で死亡まで至るケースは極めて稀であるが、静脈切断でもかなりの量の出血をすることがあり。 極度の貧血のために心臓が弱ってしまうなど、健康に差し支えることもある。また、精神的に乖離している場合、予定外に動脈を損傷することもあり、この場合本人の意思に関わらず結果的に死亡してしまうこともある。自傷者は、ある程度の時間が経つと、精神的ストレスを言葉で表現することが多くなってくる。もともと自分自身の抑圧されたストレスが表現。 できなかったものに多いため、周囲の環境によっては回復することも少なからずある。実際に、精神的に落ち着けば、自傷行為が収まる場合も多く、年齢とともに自傷行為をする人口は減る。これは、年齢に応じた経験によって、事故を確立する術を手に入れたからと考えられる。また、結婚などによって収まることもある。しかし、愛情にうまく対応できず離婚してしまい、 再び自傷行為をしてしまうものも多い。だが、生涯にわたって影響が見られる場合が少なくない。より深刻な心的外傷後ストレス障害や乖離性、同一性障害の人もいる可能性もある。まず医療施設の中で安全でプライバシーの確保された環境に保護し、一人にさせてはならない。特に児童青年が自傷行為を行った場合、 通常は、自動青年病棟に一晩入院させるべきであり、それ以降にフォローアップを行うと、ナイスは勧告している。非精神科病棟への入院は好ましくなく、やむを得ない場合は、自傷が繰り返されないよう厳密な対策が求められる。境界性パーソナリティ障害や、心的外傷後ストレス障害など、関連疾患の症状を呈している場合には、 それぞれのガイドラインに習って心理療法、薬物療法などを行う。全般的に罰するような態度は避ける必要があるとされている。また、接しているものが感情的に混乱するとか、悲しくなるとか、軽蔑してしまうとか、体の反応としてめまいや興奮、心拍の増加を感じることがあり、それは正常な反応であるが、自傷行為を抑制する点では役に立たないため、 冷静さを取り戻す必要がある。強い反応は大人を騒がせたい、思春期の子供など強い反応を期待している行為者に、とっては自傷行為を強化することになる。あるいは自分が他者に拒否されたという体験を追認させ、自傷行為の原因となり得る体験をまた一つ作り出してしまう。そうして否定的感情による強い反応を避ける必要がある。 共感的に接する必要はあるが、支援したい、助けたいと強く感情的に肯定的に反応することもまた、逆に保護的な反応を起こすために自傷行為をするという強化を促す可能性がある。つまり、否定的であろうと肯定的であろうと、強い反応は有害であるということである。その時に、何が何でもやめさせようとするのではなく、決めつけず、思いやりを持ち。 急速な変化を求めず接するということが、良好な接点を持つのに重要であるとされている。自称を行わないという契約に、自称行為の抑制効果があるという証拠はなく、自称行為治療ガイドの著者は危険の方が多いため、推奨していない。実際に自称行為に変わる方法を身につける前の段階での契約では、自称行為を行わないことは難しく、それにもかかわらず、 していないというようになる可能性がある。自行後一両ガイドに、特に救急医療の医療従事者に向けての、自傷する、人々のための権利焦点が掲載されている。つまり、治療が悪化につながることがあり、それを避けるために、失席されず思いやりのある治療を受ける権利があり、他に、傷がないか、強制的に検査することは発見されにくい部位に傷を、 隠すようになるとか、決めつけを持った態度で接しないようにするための注意である。認知行動療法が一般的である。家族療法などを用いることもある。英国国立医療技術評価機構のガイドラインでは3から12セッションの心理療法を提案している。自称高一療ガイドでは、マーシャリネハンの開発した弁証法的行動療法の境界性パーソナリティ障害への有効性が 報告されていることを紹介し、リネハンの技法では、マインドフルネスが、中核的な要素とされており、落ち着いていながら集中しているマインドフルネスの技法を、用いるジョン・カバット・ジンや仏教像のティクナット、ハンなどにも言及し、深呼吸から10まで数える瞑想から、様々な瞑想法を紹介している。毎日15から20分の練習で、1から2ヶ月後には実用レベルにまで上達し、 数ヶ月では相当興奮していても効果を発揮するまでになるとしている。他にもいくつか痴漢行動を紹介し赤いペンで線を引いたり傷のつかない刺激を与えるといった自傷行為自体につながりかねないので最小限に用いるべき痴漢行動や運動や芸術創作を行う音楽を聴いたり演奏する友人や家族など誰かとコミュニケーションする あるいは何かで気を紛らわすといった行動を組み合わせることを提唱している。PTSD のようにトラウマがある場合には、その解決のための認知行動療法に言及している。自傷行為自体を減らすことを目的としての薬物療法は言ってはならないとナイスは勧告している。抗うつ薬や抗不安薬の服用が自傷行為の回数を増加させることもあるし、 こうした薬物の過剰摂取を引き起こすこともある。閉存疾患の治療のために薬物を処方する際には、過剰摂取の毒性を検討し、例えば抗うつ薬では3関係は、毒性が高いため処方すべきではなく、3が好まれる。境界性パーソナリティ障害に対する2009年のナイスガイドラインでは、自殺機とや自殺燃料の強い傾向がある場合には、薬物療法を用いず、 もし用いるとしても、相対的に安全な薬で1週間を目処にし、効果がなければ中止することを推奨している。2008年の日本のガイドラインも、そうした患者に対し、抗うつ薬と抗精神病薬のような併用療法の有効性を支持する証拠もなく、同種類の薬を複数処方することにも注意し処方するとしても、短剤とし、過量副薬の危険性にも注意し、 特にベンゾジアゼピン系交付安薬を避けることを推奨している。世界の自傷行為による人口10万人あたり、デイリーノーデータレス残 80, 80、80、160、160、240、240、320、320、400、400、4百八80、4 0十五0 560、560。 640、640、7七0二7七0二8 0 0 800、850モアザン850。リストカットは1960年代に主としてアメリカの女性に見られ、社会問題となった。自称行為経験者は若い未婚の女性に多く、男性にも一定数存在する。常習性が高く、周囲の理解も得られにくいために長期間苦しむことも多い。 カナダ放送協会が500人のスクールカウンセラーに過去1年間に見た自傷者数を尋ねてみたところ、各校に2から3人いるという回答結果が得られ、非公式な調査結果ではあったが、その発症率は女子250人に1人とされた。1990年代後半より精神障害の診断を受けないような一般人口の間での自傷行為が出現しており、 トラウマとなるような体験がない場合が多い。リストカッターのおよそ半数が性的虐待の被害者であるというファバッツァによる1998年の推定はあまりに高すぎると考えられる。英国については全人口有病率はおよそ0.5%と推定されている。英国の15の16歳の生徒を対象に行われた大規模研究によれば 前年に自傷行為をしたと報告したのは、少女が11%、少年は3%であった。スラッシュが自己虐待の方法として最も多く、過剰行為がそれに次いだ。欧米の研究者によると、だいたい6割程度に親からの虐待の事実が認められるとされるが、残り4割には認められない。イギリスのオリンピックメダリスト2人は、勝負のプレッシャーから、 自傷行為をしていたことを認めている。自傷の伝染は20世紀前半から報告され、古くはロスとマッケイによる1979年の研究からの歴史があり、1985年に伝染性があることを実証し報告したのはローゼンとウォルシュである。日本において自傷行為に関する研究は極めて遅れている。 本項目でも日本における調査を参考までに多く取り上げているが、これらの調査に対して自傷症患者を取材してきた記者からは、そもそも自傷行為の定義がはっきりしていないとか、本当に注目しなければならないのは、中毒症状になってしまった場合であるのにそのあたりが曖昧であるといった疑問が投げかけられており、調査は大まかな指針にはなっても実際には実態を、 表してていいいいない可能性が強いとされている日本での自傷行為は欧米からの症例が紹介された1970年代頃から把握され出した。日本では精神分析や精神関連の用語の普及とともに実際の症例が増す傾向がある。奈良教育大学の調査によると1999年頃から統計上は急激に増加したとされる。自傷行為の伝染性は インターネット上での自称関連サイトとの影響も指摘された。2月6日の毎日新聞有観によると2005年の首都圏のある公立中学校では3年生の数人がリストカットをし始めたがその後急激に増加し200人足らずの3学年の中で学校が把握しているだけでも20人を超えたという医師なども人間関係が苦手な場合 仲間意識を感じようと自傷行為をしてしまうこともあるようだという話をすることがある。全国高等学校 PTA 連合会が福祉医療機構の女性で2003年度から3可燃計画で実施している高校生の心身の健康を育む家庭教育の充実事業の第3年次の調査によると高校2年生5755人からの回答を 木原正子京都大学大学院助教授が集計、分析を担当した結果、自称行為の経験があるのは男子5.3%、女子10%だった。また、同調査では、出会い系サイトは男子3.9%、女子5.8%、援助交際は男子1.1%、女子1.5%が経験していると回答している。自称行為は以前は、 自殺行為とみなされてしまうほど理解のない症状であった。病院でもその行為が理解できない医者が大半であり、病院側も対処に困るケースが大半であった。しかし、自傷行為が広まるにつれ、その行為は一種の病気であり、自傷行為をする者は精神病者であるとみなされるようになった。非常に否定的な注目ではあるが、以前より理解度が上がったのは事実である。 しかしその後にも心の内の実情を知る者は一般に自称行為は理解されにくくその行為に及んでいるというだけで軽蔑しされる。またフロイト系の解釈をする意思からはその行為は単なる甘えであるとみなされてしまうこともある。周囲からマゾヒスト的な発想に基づく行為とみられてしまうこともある。これらの偏見は本人が 自分自身のアイデンティティとして認知してしまうこともあり、自傷者自身がそう言ってしまうこともある。しかし、実際には、自傷行為は、厳しい現実に対する一種の自己防衛手段なので、あり、そのような偏見は、病院のスタッフや周囲が、自傷行為をする人間に対しての理解が少ないために、起こるものであろう。実際に自傷行為をする者には、その家族構成や、 周囲の環境に何らかの異常が認められることも多く、実は家族の構成員や周囲の人間の中では最も正常な人間であるともみなされることも多い。しかし、それらの人間には表面上は異常とみなされるような行動が少ないので、実際には自傷行為をする人間の多くは自分自身が最も異常であると考えてしまうことが多い。しかし、自傷行為は 社会的には許容されがたいので、なるべくそれ以外の手段を取ることが適切であると思われる。自分の羽毛を抜いてしまった、オウム養殖されていたり飼われていたりする動物が、ストレスで気が狂い、自傷行為に走ることがある。毛皮にされる檻の中で飼われた動物が、自身の体に噛みつく、水族館の魚が自ら壁にぶつかる、などの行動が見られる。カ鳥によく見られる毛引きも、 自称行為の一種である。ありがとうございます。